定刻となりましたので、ただいまより福島県知事選挙公開討論会を開会いたします。本日司会を務めさせていただきます公益社団法人日本青年会議所東北地区福島ブロック協議会ロム連携委員会副委員長佐藤拓也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、本討論会を主催させていただきます公益社団法人日本青年会議所東北地区福島ブロック協議会2014年度会長安西淳よりご挨拶申し上げます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。主催者を代表いたしまして一言ご挨拶させていただきます。今回の福島県知事選挙はこれからの福島の未来を担う上で非常に重要な選挙になると思います。そしてこのように立候補予定者が一堂に会してその場でいろいろな政策や思いというものを聞く、そういう機会というものは多分これから先もないと思います。本日ここに登場します立候補予定者の皆様の政策、そして福島に対する復興への思い、そしてその人その人の心というものを感じていただいて、そして縁故関係や付き合いで投票をするのではなく、しっかりその人の政策で投票をする、そういう選挙でなくてはならないというふうに思っております。本日は大変短い時間ではありますが、立候補予定者の皆様のお話を聞いていただいて、そして選挙で清き一票を投じていただきたい、そのように思っております。どうぞこれからこの短い時間ではございますが、皆様にとって素晴らしい時間にするよう運営をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。討論会を始めるにあたり、ご来場の皆様にご協力いただきたい点がございます。お手元の資料にあります。ご来場の皆様へのお願いをご覧ください。1、ご来場の皆様には次の事項にお守りくださいますようお願いいたします。立候補者の発言を妨げるような言動、やじ、私語などはおやめください。開会時、閉会時、および司会者が促したとき以外の拍手はおやめください。特定の立候補者のイメージに関わる行為、プラカードの掲示や宣伝活動などはおやめください。2、演説会を円滑に運営するためには、次の事項にご協力願います。原則として、開会後の入退室は、閉会までご遠慮願います。客席からの立候補者への直接の質問等はご遠慮願います。当会が許可した場合を除いて、ホール内での写真、ビデオ等の撮影、録音は一切ご遠慮願います。公開討論会を撮影したものを選挙運動に利用することはできませんので、ご理解お願いいたします。携帯電話、PHS 等のスイッチはあらかじめお切りください。なお、コーディネーターはいかなる自由にかかわらず公正・公平を心がけ、中立な立場で進行します。またコーディネーターの裁量により進行内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。以上のルールに反する行動が見られた場合、
ご退場いただくこともございますが、本討論会の趣旨をご理解いただき、ご了承いただきますようご協力お願い申し上げます。なお、本日お配りさせていただきましたアンケートをお帰りの際にご記入の上、座席の上に置いてお帰りください。ご協力お願いいたします。それではこれより福島県知事選挙公開討論会を始めさせていただきます。立候補予定者とコーディネーターの入場です。皆様拍手でお迎えください。立候補予定者の方々には事前にくじを引いていただいており、その順番にてご紹介をさせていただきます。向かって右側より内堀雅夫様、金子義直様、熊坂義弘様、伊関明子様、井戸川勝孝様、はい、井戸川です、よろしくお願いします。五十嵐義孝様、本日7名の方が出席予定でございましたが、高島努様は本日欠席となりました。コーディネーターは公益社団法人日本青年会議所東北地区福島ブロック協議会2014年度監査担当役員石井隆君にお願いいたします。それではこれより進行はコーディネーターにお任せいたします。石井君、どうぞよろしくお願いいたします。ご来場の皆様こんばんは。本日コーディネーターを務めさせていただきます公益社団法人日本青年会議所東北地区福島ブロック協議会監査担当役員石井隆でございます。不慣れでございますが精一杯務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開始に先立ちまして、もう一度ルールの確認をさせていただきます。発言に関しましてはあらかじめ回答時間を決めさせていただいております。各自の持ち時間を厳守していただきますようお願いいたします。それぞれの発言時間について、終了1分前、30秒前、10秒前、終了時にタイムキーパーよりご案内をいたしますので発言をやめていただくようお願いいたします。発表が続く場合は私の方で発言を遮らせていただきますのでよろしくお願いいたします。また本日の公開討論会におきましては立候補予定者の皆様には次の事項についてお控えいただくようお願いをしております。まずは投票依頼行為でございます。選挙運動ではございませんので一票をお願いしますというような投票依頼行為、または名前を連呼するなどの投票依頼と目されるような行為はご遠慮いただきたいと思います。また公約に類する発言、何々をします、約束します、実現しますというような公約および公約類似の発言もお控えいただくようにお願いいたしております。以上の事項が守られませんと公職選挙法に抵触する恐れがありますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。あと会場の皆様にもお願いがございます。立候補予定者へのやじ、誹謗、中傷、私が促したとき以外の拍手は一切禁止させていただきます。限られた時間の中で多くのお話を聞きたいと思いますのでスムーズな進行にご協力をお願いいたします。
それではまずはじめに、自己紹介並びに今回の福島県知事選挙への立候補を表明した動機についてお話しいただきたいと思います。発言順は、開始前に、くじ引きで決まりました順番にて進めさせていただきます。五十嵐さん、井戸川さん、伊関さん、熊坂さん、金子さん、内堀さんの順番で進めさせていただきます。次の質問からは、井戸川さんから始まりまして最後が五十嵐さんということになりますので、よろしくお願いいたします。それでは、自己紹介に入りたいと思います。ぜひ最初なのでお立ちになってお話しいただきたいと思います。持ち時間は各自2分でございます。それでは五十嵐さんからよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。36歳の五十嵐義孝と申します。濁らずに、五十嵐五十嵐と言います。私がこの、福島に住むようになったのは震災のちょうど1年前です。妻がいわき市出身でして、子育ては田舎でしたいと思って東京から引っ越してまいりました。そして東日本大震災を経験しまして、私自身今までスマトラやハリケーンカトリナや中越沖地震、中越地震など、被災地での救援活動の経験があったもので、まさか自分の妻の故郷でこのような未曽有の大震災を経験するとは思っていませんでした。そして原発事故が起きまして、多くの方たちが避難される中で、私たちはどうしても取り残された方たちのお手伝いをしたいと思って残って、そしてその避難所周りや仮設住宅いろいろと回ってまいりました。そして復興のプロセスを見ていく中で、私はこの皆さんの声、被災者の声、避難者の声、本当に皆さんの声が反映される政治やまちづくりがなされていくべきだと思い振り立っています。そして私は娘を突然死で失いまして、その時に初めて被災者の方たちの心を何も理解してなかったということを学びました。そしていつかではなくて今、私たちはこの日本の未来を変えるためにこの原発事故を経験したこの福島から私たちは立ち上がって一緒にこの福島の未来を変えていきたいとそう思っています。県知事選は原発事故の時に私の中で心が決まりました。そしてこの命を本当に子どもたち孫たちのために捧げて大人たちの生き様を見せていきたいと思って決断した次第であります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして井戸川さんお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。私は双葉町、原発のある双葉町の、以前は町長をしておりました。多くの皆さんから双葉町が原発を誘致したからお前たちが悪いんだという非難を受けております。まさにそれは本当です。私たちは原発と共生したのが大きな間違いでした。そして多くの皆さんにこのような辛い思いをさせるような原因に作ったことについて、この場をお借りしましてお詫び申し上げます。本当に申し訳ありません。しかし原発行政は国とそれから東京電力になっておりました。私たち地方自治においては権限は何もございませんでした。しかし事故を起こさないように、絶対に起こさないように東京電力と原子力安全保安院には強く言っていましたけども、残念ながらいとも簡単に壊されました。この壊されたことによって双葉町あるいは県内が大きく壊され、物的な壊され、精神的な壊され、いろんなことで壊されております。この壊されている量というのは計り知れないぐらい大きなものであります。世界最大のこの原発事故において、甚だ残念なのは扱いが世界最小の扱いをされていると、これに私は憤りを感じて、この度の福島県知事選挙の立候補の決意をいたしました。この決意にあたっては断腸の思いであります。今までの悔しさ、そしてこれからの
福島県の在り方、これまでの福島県の在り方も含めて、未来に向けて多くの皆さんが困らないような、そういうことを歌っていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。続きまして伊関さん、お願いいたします。はい、こんばんは。まずお手元にある政策提言シートなんですけれども、本当に急遽思い立って出馬したものですから、書類の手続きとか全部自分でやっているので、これをちゃんと宿題を期日までに出すというのを見落としました。後でフェイスブックとかできちんと提案させていただきたいと思います。申し訳ありません。で、私は栄作知事時代に6年ほど県立病院とか有料道路とか、そういう審議員をさせていただいて、本当に身近なところで原発政策に対して国に風穴を開けたいっておっしゃってた知事の下で委員させていただいてました。で、なんかこうその後こういうことがあって、本当にこう首を長くしてこの知事選を待ってました。で、私の中ではすごくいろんな NPO の方とかいろんな立場の方がこの3年半の思いを知事選にぶつけるのかなと思っていたら、なんかやっぱオール福島で行こうみたいな感じで一つになってしまって、なんかもしかしてスコットランド の, 85% ぐらいの投票率よりかも下に行っちゃったら、本当にこう世界の人から支援を受けていたのに、なんか福島の恥じゃないかなって思ったんですね。で、私のようなものが出ることでちょっとでも投票に行ってみようって思ってくださる方がいれば、それから少しでもこの知事選のことをマスコミの方たちが扱っていただければと思う思いで出馬いたしました。本当に素人です。で、主人と二人で行商のように回って歩きますので、ビラもまだ何にも作れてません。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして熊坂さん、お願いいたします。熊坂と申します。私も青年会議所の理事長をしましたので、このような機会を福島ブロック協議会で設けていただいたというのは非常に敬意を表したいと思います。今日6人がここに立ってますけども、私はできたらここに八村さんにも加わっていただいて議論ができたらよかったなというふうに思っております。私は昭和27年1月10日この福島市で生まれました。野田小学校、野田中学校、福島高校を出まして、弘前大学医学部を出まして、そして妻のふるさと岩手県立宮古病院に勤めました。そして開業いたしまして、縁ありまして宮古市長を3期12年合併も含めてさせていただきました。退任後は大学の教授や、そして皆さんご承知の通り寄り添いホットラインというのを始めさせていただきました。宮古におきましても非常にすごい大変な被害を受けましたので、復興に向けて努力をさせてきていただきましたが、私は福島生まれでございますので、父が一人暮らしで行ったり来たりする中、この福島が非常に難しい状況になっているということを痛感しておりました。特に今申し上げました寄り添いホットラインで福島から寄せられる悩みが非常に深刻で、全く解決策が見出せないというところに、本当に私も、この憤りといいますか、それを覚えました。現在も12万6000人が避難しております。どうして復興が進まないのだろうか、これは本当に僕不思議でしょうがないんですね。これは何が原因なのだろうかということを真剣に考えるに至りまして、福島県人である私は内科の医者でもありますし、市長12年の経験もありますので、何とかしたいということで今回立候補の決意に至った次第であります。全身、自分の人生をかけてこの福島ふるさとを何とか元の本当に美しい福島にしたいと思って決意をいたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございました。続きまして金子さん、お願いいたします。はい、ちょっと皆さんこんばんは。金子義直と言います。最初にですね、自己紹介からなんですが、私は中通りの県南の白川で生まれまして、大学とその前の浪人1年間は東京の方行ってましたけど、あとはもう福島の方にずっといまして、
鉛も含めて生粋の福島人ではないかなというふうに思ってます。それで高校時代はですね、男子校でございましたんで、女子生徒もいなくてあんまり気にしなくてこう伸び伸び育ったような感じがしてます。それで地元に帰ってからはですね、仕事もしっかり修行しながらですね、NPO の歴史の団体とかですね、それから PTA 関係、そして今日は青年会議所の皆さん大変お疲れ様でございますが、JC 活動地元と福島と東北と日本と思いっきりやらさせていただきました。最終年度だけちょっと何もなかったもんですから、そういう流れがあって、今回多少実行しているというようなところは冗談でございますが、本当に私もですね、皆さんからもいろいろお話あったと思いますけど、やっぱりこう今の社会どうなのかなという中で、我々も責任世代でございますんで、次の世代子々孫々ですね、きちんとした社会をですね残していかないと本当に大丈夫なのかなっていうのがありまして、使命感に燃えてですね、今回立候補させていただきました。一つよろしくお願いします。以上でございます。はい、ありがとうございました。最後に内堀さんお願いいたします。皆さんこんばんは、内堀正夫と申します。今日は JC の皆さんがこのような場を設けていただいたこと、改めて御礼を申し上げます。私が生まれたのは昭和39年です。東京オリンピック東海道新幹線の開業の年、今50歳になりました。私がここ福島に来たのは37歳の時でした。平成13年の4月、美島未来博が開催される年でした。それからの10年間はまさに福島が穏やかで、もちろんいろんな課題はありましたが、やはりほっとする福島、美島福島と言える時期でした。ところが3.11を境に福島は劇的に変わってしまいました。津波、地震、そして原子力災害、さらに同じ年に会津エリアでは豪雨災害がありました。こういった厳しい苦境の中、福島県は浜中会津全県で何としても復興しなければいけないという厳しい状況にありました。1年、2年、3年、時間が経つごとに徐々に明るいニュースも増えてきました。光はある程度見えてきています。しかしまだまだ影も残念ながら残っています。12万余りの方々がまだ避難生活を続けている、そしていつ帰れるか展望が見えないという現実もあります。この影を少しでも弱めて、見えてきた光をもっと増やす、輝かす、そういう思いを持って私自身今日この場に臨んでいます。今日は何卒よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。各候補者の皆様ありがとうございました。以上でこのテーマを終了させていただきます。皆様拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは次の質問に移らせていただきます。次は丸バツ問題です。これより短い質問を6つお聞きいたします。それについてご自身のお考えに近いお答えを手元の丸か×のプラカードでお答えください。どうしてもどちらかに決められない場合は両方挙げてください。そしてですね、質問の中には補足で説明したいものがあると思います。すべての質問が終了した後にそのお時間を設けますのでよろしくお願いいたします。それでは準備はよろしいでしょうか。はい、第1問、県内にある原子力発電所は全期即廃炉にすべきである。丸か×か挙げてください。はい、ありがとうございます。第2問、中間貯蔵施設の受け入れ容認はやむを得ない。中間貯蔵施設の受け入れ容認はやむを得ない。丸か×かどちらか挙げてください。はい、ありがとうございます。
第3問、除染は現状のまま進めるべきである、除染は現状のまま進めるべきである、丸か×かどちらか挙げてください。はい、ありがとうございます。第4問、避難指示が出ている地域に対しての明確な復興ビジョンを持っている、避難指示が出ている地域に対しての明確な復興ビジョンを持っている、丸か×どちらか挙げてください。はい、ありがとうございます。第5問、風評被害を払拭するための秘策を持っている、風評被害を払拭するための秘策を持っている、丸か×どちらか挙げてください。はい、ありがとうございます。最後、第6問、放射能汚染廃棄物の最終処分場はあくまで県外へ移設すべきである、放射能汚染廃棄物の最終処分場はあくまで県外へ移設すべきである、丸か×かどちらか挙げてください。はい、ありがとうございます。以上で6つの質問を終わらせていただきます。これより各候補者のお答えがスクリーンに映し出されます。しばらくお待ちいただきたいと思います。そろそろいかがでしょうか。はい、少々時間かかっているようですので、補足説明の方を先に進めさせていただきたいと思います。結果が出次第スクリーンに映し出させていただきます。それでは先ほどの質問の中から補足したい部分、ありましたらお一人様3分でお話しいただきたいと思います。それではこの順番ですね、井戸川さんからになります。それでは井戸川さん3分でお願いいたします。この事故以来ですね、私は体の器官がいろいろ悪くなっておりますので、話しにくいところ、聞きにくいところあるところはご容赦ください。まずこの丸×に対しての答えですね、中間貯蔵施設のあり方ですが、これはですね、私は当事者でした。したがっていろいろ言いたいところがあります。それは双葉地方町村会と県と国とで議論して進めるということでしたが、ある日突然それをそのルールを破られました。突然に佐藤県知事から家具町村長殿という案内状が届いて、その中で強引に進められた経緯がございます。これは私が当事者としてそれをよく理解し分かってて、そして反対もしました。当然のルールである双葉地方町村会で進めるべきだということが抗議しましたけども、続行されて今に至っております。今いろいろ丸×を言いましたけども、この中にここにいる会場の皆さんが参加されていたことがあるでしょうか。私たち首長でも参加させられない中で決められたことがいっぱいございます。従いましてこの丸×を挙げることの辛さ、
困難さをご理解いただきたいと思います。会議の席に同席していろいろ決めてくれば明確に皆さんにここでお答えできるんですが、丸と×と同時に挙げなければならないような質問に対して答えることができませんでした。これはやはり基本である福島県民を主体として考えていく、こういう姿勢が私にはなかったなと、そんなふうに思っております。皆さんもこの丸×簡単に私が挙げたということを思わないでください。今日この質問はこの場で聞きました。迷いの中で挙げた丸×です。そういうことをご理解いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは続きまして伊関さんお願いいたします。はい、私もすごく迷いながら挙げました。で、私はもう私の同級生は成人式3回目なんですね。なんで今年すごいクラス会多いんですけれども、なんていうかな、ちょうど私の年代は偏差値っていうものが導入されたりとか、それから大学紛争、高校紛争が終わって、もう私の年代からはちょっとまあ平常になったみたいな、そういう年代であったり、4年生の大学に行った方が商社に入れるよって入ったらオイルショックが起きて、本当の氷河期、今で言ったらエントリーもさせてもらえないっていう、そういう状態の就職っていう、そういうなんかこうね、ものすごい歴史ではないけれども、やはりこう自分の思いとは別にこう世の中の動きっていうのにものある意味は影響を受けながらこの年を迎えたと思います。で、実際に原発があった時に、なんかこう自分の中で戦争体験のある方とか、本当に政治で頑張っていらっしゃるなんていうかな、70代80代のおじちゃんたちが国の存亡に関わる時にはなんかすごいちゃんと動いてくれるっていう、なんかこう夢が夢っていうかあったんですね。でその後自分が引き継いで次の道作っていけばいいかなっていう感じがあったんですけど、なんかそういう動きがあんまりなくて、で一応自分も親のおかげで4年生出してもらって、主人も出してもらいました。それから本当に教育ローン借りながらですけど、娘も2人大学出しました。でもなんかそんなにちゃんとアジアの国の中で言ったら戦争もなくて教育も受けられて、でちゃんと政治家の人も官僚の人もいるのに、こんな一大事の時になんか法律って何なのかなとか、500人弱いる議員さんたち何やってんのかなとか、なんかすごいなんかびっくりしちゃって、もしかしたらこういろんなこういうなんていうかな、政治のシステムが日本という島国は合ってないのかなって感じました。で一番思っていることが、国と東電のどのぐらい本当にこの福島県に及ぼした責任の試算っていうものがいろんな角度あると思うんですけれども、それをきちんとさせない 上でいろんなものをやってもなんか上滑りな感じがしています、女性として。なのでその試算を出した上で 3社がこう対峙するんではなくて、3社が一体となって社会に向けて同じことを二度と起こさないようにやっていけたらいいと思っています。はい、ありがとうございました。丸×質問のお答えの補足ということなのでですね、これからの方はぜひ丸×のお答えを補足をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは悩んだということで、はい、それでは続きまして、熊坂さん、3分間よろしくお願いいたします。今日初めてこの丸×の質問を今この場でお聞きいたしました。井戸川町長さんがお話ししたようにですね、簡単に丸×で答えられる問題ではないということを会場の方一番分かっておられるのではないかと思います。私からは県内の原発の廃炉のことについてお話を申し上げたいと思います。これでは全く廃炉は当然ですね。私が一番言いたいのは、県外の原発につきましてもこれは即刻廃炉にすべきだということです。皆さんよく考えてください。
新潟柏崎刈羽原発、会津の方が福島第一原発よりよっぽど近いですね。東海村原発もあります、女川原発もあります。これを廃炉にするかどうかっていうのは、これは私たち福島県民の問題なんです。私たちこれだけ今苦しい立場に追い込まれ、その原因究明もですね分かってない中で、県内の原発再稼働は当然ですね。だけど県外の原発にも再稼働をノーということが私は求められていると思います。福島県民だからこそこれを言わなければならないというふうに思っております。また輸出にも明確に反対をしていきたいと思います。国の倫理観が私は問われるというふうに思っております。この福島の原発、私たちがこの厳しいですね状況に追い込まれた、国会事故調の7つの答弁に対する質問にも十分に答えは出ておりませんね。こういった答えが出ていない以上はですね、他県の原発についても再稼働はノーと言っていく姿勢が私は今求められているというふうに思います。それから廃炉に関しましても、これはなかなか非常に難しい技術的な問題があります。今第一原発の事故におきましては、皆さんも同じ認識だと思いますけど、全くコントロールがされていないと思います。そこのところをやはり考えるべきだというふうに思っております。これからは私たちかなりの年限ですね、苦しんでいかなければならないということですから、この原発エネルギー、原発そのものをですね廃止して、一日も早い福島県は再生可能エネルギー、国エネルギーの県にすべきだと私は思っております。この事故を受けまして、本当にこの私は福島県民として、どうして私たちはこんなに苦しいですね状況に追い込まれてしまったのだろうか、そして国や東電もいろんな立場がで、あると思いますけども、どうしても引いているように思っています。また県におきましても、どうも遠慮をしているような気がいたします。そこに国東電と明確にですね、福島県民が声を上げて堂々とですね物を言っていくというのが、今こそ私は求められているというふうに思っています。はい、ありがとうございます。続きまして金子さん、お願いいたします。はい、ですね、先ほどの立候補にあたっての動機といいますか、それをちょっと一つだけ補足させていただきますと、原発問題、確かにね、いろいろ福島県にとっては重要な問題でございますが、本当に福島県全体のですねことを考えて、今後の方向性を決めていかなければいけないという形になっておりますので、浜通りの方一番大変な思いをされていると思うんですが、中通り、会津と、あと各地域にとってね、いろんな問題を抱えておりますので、そういう福島県全体のことを考えてですね、一つの方向性、リーダーとして引っ張っていけたらなというのが一つの立候補の動機でございます。それで丸×をつけさせていただいたんですが、政治はですね、やっぱ決断があろうかと思います。でも決断をした場合にですね、必ず痛みを伴う方が現れるわけですから、その痛みをですね、痛みを伴う方々に対してのやっぱ思いやりといいますか、何かしらのですね、考えなり、したくなり考えていかなければいけないというような思いもあって、ちょっとはっきりですね、丸とか、今日質問がありまして、丸とか×とかちょっとできないところがございました。それで原発につきましてはですね、これ本当に皆さんと同じなんですけど、本当に私白川ですけど、白川でもかなりのですね、本当に何て言うんですか、あの時の状況を考えると、今でもそうなんですけど、嫌な気持ちがあって、本当に大変な思いをしてます。ですから本当に福島県民としてはですね、脱原発も当然のことだと思います。それで福島と沖縄ですか、ちょっと同じような立場で言われることあるんですが、沖縄の場合はですね、米軍基地、沖縄がずっとね負担してきて、それで他にもね、負担を分けてほしいというような中で、そのまま沖縄がずっと負担をしてきたと。それで福島の場合はですね、原発の被害で福島が犠牲になっているわけですけど、他の地にもですね、このような形で原発がありますので、福島でこういう目に遭った
ものがですね、他の地域に対してもやっぱり同じことをねしてほしくないというのはある意味日本の美徳でございますんで、本当にそれがなくなったら日本が終わりかなというふうに思います。本当にオール福島のまあいろいろ多岐にわたってるんですけど、福島県全体がですねそういうことで脱原発とか除染とかねマイナスのイメージばっかりありますんで、ぜひそれをですね乗り越えることができればですね、プラスのイメージに変えることができるんじゃないかと思います。はい、失礼します。ありがとうございます。続きまして、内堀さん、お願いいたします。それでは、丸×の補足説明をさせていただきます。こちらをご覧いただけると分かるんですが、私は丸3番と丸4番に両方の札を挙げました。まあ、一種三角という形の表現です。ですので、こちらの方を補足をさせていただきます。まず3番は除染のお話でした。今行っている除染をそのまま継続することに対しての丸×です。で、これを丸でもなく×でもないというのはどういうことかと言いますと、一番ですね今回放射能によって汚染されたエリアは国が直轄事業で除染をします。で、またそれ以外のエリア、一般的に浜通りの北と南、それから中通りと会津の一部、ここは各市町村が今一生懸命除染を進めています。年間追加被曝線量1ミリシーベルト以下、こういったものを目指して各市町村非常に必死になって取り組んでおられる。この基本姿勢は継続すべき丸だと思っています。その一方で今の除染のやり方というのは世界でも例を見ない災害に対する対応ですので、まだまだ進化向上させる余地があると思います。この2年3年でも相当除染の技術とか手法変わってきました。こういった点については継続するということではなくて、むしろもっと新しい手法を取り入れてできるだけ早くかついろんな形で負担が少ないようにですね、こう除染の技術を進めていくべきだと思います。そういう趣旨で私は三角を挙げました。続いて丸4番、こちらはですね、双葉郡のビジョンを今持っているかという質問でした。これについて私自身はビジョンはあるという思いがございます。と言いますのも、これまで副知事を7年半を務めてきました。特に 3.11 後の3年半は双葉郡の皆さんと本当に毎日のように連絡を取りながらやってきてますので、将来的な一定の展望はあるんです。ただ冒頭でもお話した通り、双葉郡はまだこのエリアがいつ帰れるということが明確になっていません。そして今廃炉汚染水対策 1F のオンサイトがどうなるかも明確ではない。したがってまだ住民の皆さんが本当に将来ビジョンをきちっと描ける状態には残念ながらなっていません。しかしこれから非常に早いキスパンの中で、私はイメージ的には半年とかを考えておりますが、その期間で国と県と当該自治体一緒になって復興ビジョンを作る必要があると思います。そしてそれが実は双葉郡だけではなくて浜中会津全体の復興につながると思います。以上です。はい、ありがとうございました。最後に五十嵐さん、お願いいたします。はい、丸と三角とバスとあるんですけれども、私が今回の知事選で一番関心があることは、その被災地のですね、復興のプロセスを見ている中で、この原発の処理もそうかもしれませんけれども、現場の声というか住民の方たちの声が十分に反映されているとはとても思いがたいと。で、この今回のですね10月26日っていうのが原子力の日と投票日が重なっているわけですけれども、今内堀さんもおっしゃったように国が直轄の例えば除染事業とか、中間貯蔵庫の案件もそうですけれども、国がその自治体に対してその大きな影響力を持っていて、その地元の人はですね自分たちの意見をもう十分に表現できないままにことが進んでいっているというのがこう現実だと思います。多くの震災前のですね予算、県の予算、9000億の予算からですね今1兆7000億の予算になってて、たくさんの
税金が投入されているにもかかわらず、その住民とか現場はですね、あまりその実感がない。特に除染費用に関しては今2200億ぐらいの予算が組まれてますけれども、まあ、そもそも入札 の、まあ、あのスタイル自体も変えなければならない。あのこの最近まで、40数箇所の自治体を回って皆さんの声を聞いてきましたけれども、自治体ごとによって、その放射線 の、その被災している状況は違う。またその住民の方たちの放射線に対する理解も違う。またその今おっしゃったように双葉郡のですね、その状況がまちまちごとに違うわけですよね。その中で、まあ、今回のこの福島の未来づくり、まちづくりというのは、この原発処理、そしてこの、放射線問題、またこの被爆防止とか、このことに対して国が一方的に決めるっていう、そういうような未来づくりではなくて、私たちが県民がしっかりとそこに対して意見を十分に表現してから決裁されていくと。その原子力のですね、基本法第2条には、まあ、民主、自主、公開という原則があるわけですけれども、民主的にも自主的にもデータも公開も十分なされているという実感があまりない。いや、むしろほとんどない。でこの原発事故に関しては、特に私は本当に痛々しく思うのは、この震災後直接死の方よりも関連死の方が増えてしまったという現実ですね。だから私たちは本当にこの痛みをしっかり理解して、まあ、命を考えながら復興を、この特に除染原子炉の配慮を考えていきたいと思います、はい、ありがとうございました、以上でこのテーマを終了いたします、皆様拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました、続いてはテーマ別の質問に移らせていただきます。まず県の産業政策についてです。このテーマはそれぞれのお考えをまず2分間でお話しいただきます。その後自由討論の時間を設けています。自由討論のルールについては各移行主義者の方々がお話しいただいた後にご説明をさせていただきます。それでは県の産業政策について、福島県の産業といっても様々ございます。立候補予定者の皆さんが特に重点として取り上げたい産業に対する政策はどのようなことがあるかとか、自分のお考えをお聞かせください。1人2分間でご発言いただきます。それではこのテーマは伊関さんからお願いいたします。先ほど申し上げたように、国と東電の責任の資産をきちんと出した上で、ちゃんと3社が対峙する構図ではない上で の産業政策でなければ、何か付け焼き場的な気はします。それで、皆さんも感じてらっしゃると思いますけれども、こういうことを経験したからこそ、再生エネルギーとかそういうことは本当に重要だと思います。ただ私がちょっとこう首をかしげていたのは、大きな税金を企業に払って、企業にこう県内に入ってもらって働く場所を作るっていうのはいかがなものかなと思ってました。そのお金は本当に浜通りとか中通りの中の本当に大変な方に使うべきであって、県っていう単位で考えるからいけないんじゃないかなっていうか、大きさから言ったらもう茨城県とか栃木県がもう全部ダメになったようなものなんですけれども、たまたま福島県は広いので、まだこう福島県っていう枠の中でこう県政みたいな形で語られるんですが、それよりかも別に福島県に住んでて茨城とか山形とか新潟に働きに行けばいいと思うんですよ。それで税金払えばいいっていうか、なんかその無理にまだ原発が収束してない地に企業を誘致するっていうことは私は賛成ではありません。で一応産業、あとは産業っていうか、こう人を呼ぶっていう形で考えたら、これも県立病院時代のことなんですけれども、仙台の方とかにすごい小児科のいいこう
基礎ができてるっていうことで、それも実現していただいたんですが、郡山の方にも小児科の作ったりしたんですね。なのでこう郡山をそういうとこう医療とかこれからの再生エネルギーの会議の場にどんどんしていくっていうのも産業かなと思います。はい、ありがとうございます。続きまして熊坂さん、お願いいたします。産業振興、非常に重要な分野だと思います。私も宮古市長を3期12年させていただきましたけども、産業振興に非常に力を入れてきました。しかしながら産業振興というのは非常に多岐に及ぶので、なかなかその政策的にはですね、民間と共同しながらやっていかなければならない分野ですから、大変に難しいものがあると思っています。何よりも福島県の場合はこの原発事故のですね、総見直しをして、そしてさまざまなその対策をですね、打ってからでないとですね、産業振興は大変難しいものがあるというふうに思っています。ですからまず原発対策をしっかりやるということの上にですね、産業振興を進めていかなければならないと思います。農林水産業にいたしましても、さまざまなこの風評被害と、それから作物そのものがですね、まだ高いという問題もありますので、いろんなことを考えていかなければならないと思います。特に水産業におきましては、まだまだ漁が再開できないというものもありますので、福島の基幹産業の農林水産業、これはまず原発の災害からのですね、まず見直しからいかないと、これはうまくいかないと思っています。その上でいくつか その夢のあるですね、福島を作るべきだと思っています。特に再生可能エネルギーにつきましては、福島県だからもう原発をすべて脱原発という中でですね、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーに全部転換し、このことによって世界各地からですね、日本各地から福島にこの技術を集積し、そして新しい産業を起こすというのも一つの大切なですね、福島県に課せられた重要な産業振興だと思っています。また医療関連ですね、これは薬の開発とか医療機器の開発とか、まさにこの福島がですね、それを担う、すでに集積がありますから、そういったことを駆使しながら産業を起こしていくべきだというふうに思っております。はい、ありがとうございます。続きまして金子さん、お願いいたします。はい、産業政策ということで、だいぶ大雑把な質問だったもんですから、産業っていうとこう人の営みがね、全て産業というふうに考えるのであれば、かなり広い分野だなということで、私はですね、福島県の場合、農林水産業の、復活成長ということで、これは第三優先ということで出させていただきましたが、自分の立場からすると、やっぱりですね、頼りになるのは地元の企業なんですよね。それで私が原発事故あった後にですね、南相馬の友人のとこちょっと訪ねて行ったことあるんですが、本当に大企業ですね、全国チェーンのそういうところがもう全然撤退しちゃって戻ってこないんですよね。そういう中で唯一ですね、地元の企業がですね、職にしろ何しろ営業しているというような状況でした。そして私も建設業をやってるんですが、やっぱり災害があったり、大雪が降った時、やっぱり大手ゼネコンは来てくれませんし、やっぱりこう地元の企業がですね、非常に頼りになるのかなということで、やっぱり地元の企業の存続と将来の継承ということを一番目に出させていただきました。かつてはですね、旦那衆っていうのが各地域にいまして、次の世代のことをね、考えて地域づくりをやっていたと、次の子どもたちをですね、考えて地域づくりをやっていたと、そういうような旦那衆のですね、復活みたいな形で地域づくりやっていければいいのかなというふうに思います。また工場関係とか支店とか誘致してもですね、やっぱり企業が来てもらうんであれば、本社が来てもらって地元にしっかりですね、根付いてもらって、そのような施策を取り組んでいければいいのかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして内堀さん、お願いいたします。私からは産業政策4点申し上げます。1点目は農林水産業です。福島は農業圏、今一度原子力災害からの風評払拭をして、まだまだ辛いんですが、トップブランド作りの再構築をしたいと思います。そして2点目は商工業です。商工業においては販路開拓、マーケティングが重要です。福島にはいいものづくり、サービスたくさんあります。こういったものをもっと PR をして知っていただく、マーケティングをすること、
合わせて今ある地元企業がより活性化をし、かつ外からの企業誘致も並行して進めていきます。こういった中で若者たちが安心して魅力を持って働ける職場が作れると思います。3点目は観光です。観光というのは光を見ると書きます。福島は残念ながら原発災害のネガティブなイメージがずっと残っています。これを払拭するために一番早いのは全国の方に、あるいは世界の方に実際に福島に来て見て食べてもらうことです。そして笑顔になってもらうことで、あ、福島はこんなに頑張ってんだ、一方で、あ、まだこんなに苦しんでるんだ、この光と影の両面を見てもらう、この観光の再生も重要だと思います。そして4点目が新しい産業です。これまですでに再生可能エネルギー関連産業、医療関連産業を進めてきました。次はロボット産業だと思います。こういった新しい産業を構築しながら世界の福島、あの福島がここまで産業再生して逆に世界のマーケットを引っ張っている、そんな産業振興を進めたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは五十嵐さん、お願いいたします。はい、産業政策はですね、県のホームページ見ていただくとたくさんの総合計画があります。その中でやはりその、税金がどのようにそのプロジェクトに使われているかということをしっかり判断するということがまず第一で、私はそのもう箱物行政というのはもう限界が来ていると思います。やがてそれは維持管理できなくなる、少子高齢化で、この原発事故で福島はどうなったかというと、スーパー超少子高齢化の問題がですね進んでいると。その中でどのジャンルも一番問題なのはその人を育てるということです。特にさまざまな自治体に行って首長さんたちのお話を聞いて思ったことは、子育て世代がいなくなる、一番そのいわゆる力があってアイデアがあって子どもたちをさせご年配をさせる世代がこのままではいなくなるということが問題だと思います。その中で私はですね、産業政策というときにじゃあどこにお金をつぎ込めば一番生産性があるかというときに僕は人だと思っています。で、人というときにそれは僕は子どもだと思っています。東京中心のもう日本づくりは終わりで、福島からでも世界に通じる人材を育てて、こうマーケティング、またそのビジネスができる仕事ができます。そして税金だけに頼ると物事の進みが遅い。私自身は今世界にネットワークがあるので、世界の企業家たち その融資また投資を呼び込んで、その民間主導型の産業をどんどん作っていくということですね。の新規エネルギー産業、自然型エネルギー産業というのはありますけれども、その費用対効果をしっかりと見極めて、その欠けても良い価値のあるものと、やはりそこをやめなければならないものをしっかりと皆さんで分析しながら、新規産業をやはり皆さんの声をしっかり入れて進めていきたいと、そう思っています。はい、ありがとうございます。井戸川さん、お願いいたします。はい、産業政策もその他の政策もですね、県民の了解を得るのが基本であります。それは今放射線量の安全が本当に安全なのかという不安がいっぱい県内にはあります。風評被害を払拭すると言ってもこれは言葉だけではダメなんです。目に見える形でそれを県民の皆さんに見てもらって判断していただくということ、非常に福島県は膨大な損害を受けています。普通の状態の産業育成というのはこれはありえません。やはり安全な環境、安全な労働環境、労働安全衛生法にもあるようにそれ以上に厳しい環境を構築することが先であります。その中でそれが達成したならば、素材産業あるいは材料を使った産業じゃなくて知的な産業を育成するべきであると、そんなふうに思います。世界中見てください。今いろんなことで困った国はですね、まず知的な産業、それを産業化しております。福島県は今五十嵐さんが言うように膨大なお金で建物を作るとか何かを作ってそれが産業になったということじゃなくて、そういうものを必要としない県民一人一人が実質所得が得られるような産業、それは知的産業だと、そんなふうに思います。これは難しいですけどもやるしかないですね。
健康産業、これは福島県が今本当に困っておりますので、その困ったことを解決する対策をすることがこれからの日本のビジネスになっていくだろうというふうに思っております。子どもそれから高齢者を全く日本になかったようなモデルを作って見守っていくということ、安全な食料も必要です。これは人口環境でなければ今のところ達成できません。人口環境で完璧な環境の中で食料を生産していく、こういうことが必要だと思っております。はい、ありがとうございました。これより、産業政策に関する自由討論に討論の時間といたします。挙手の上、私が指名しましたら、質問したい相手のお名前と意見や質問を1分以内で端的に発言をしてください。また指名を受けた方は、反論や意見があると思いますので、それを1分以内で、端的にお答えください。自由討論の時間を最大で10分取らせていただきます。どなたも挙手がない場合はこちらから指名させていただく時もありますし、早めに切り上げることもありますので、ご了承いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、井戸川さん。内堀さんに お尋ねします。県内の産業について、大変素晴らしい構想をお聞きしました。しかし観光についてですね、今放射能がある状態で観光を力を入れるということは被爆させて返してしまうという非常に失礼なことにつながるのではないだろうかというふうに思います。したがって県独自の何かその安全な対策というのを考えられているでしょうか。それから医療ロボットという新しい産業ですが、それはやはり大変なことです。これらのもっと具体的な内容を教えていただきたいと思います。はい、それでは内堀さんお答え、お願いいたします。2つお話をいただきました。まず観光の関係です。井戸川さんとはちょっと立場が異なるんですが、福島県避難地域は別ですが、それ以外のエリアはきちっと県民の皆さんが安全に住める環境にあると私どもは思っております。したがってその上で観光でですね、訪れる方が何か問題があるというような状況には思っておりません。ただもちろん今実際に住んでおられる方も除染を進めているような状態ですので、そういった点を進めていくのは当然だというのが大前提です。それから医療関連あるいはロボットについて申し上げたいんですが、ちょっと30秒という時間では難しいので、これはですね、まずロボットについては私の政策を見ていただきたい。医療関連は県のホームページの方を見ていただくときちっと具体的な施策が書いてあります。以上です。はい、ありがとうございます。次にある方、はい、それでは熊坂さんお願いいたします。内堀さんにご質問をいたします。今4つのですね、夢のあるように聞こえた産業振興策が示されました。私も冒頭言いましたけど、これらを進めるにはですね、井戸川さんもお話しされたように、この放射、原発のですね、災害そのものの復興ということなしには、いろんなものは難しいと感じております。だからそのことにつきましてですね、どのようにそれを前提にしておっしゃられたのか、そのことについてお聞きしたいと思います。はい、それでは内堀さんお答えお願いいたします。すみません、ちょっと質問の趣旨がよく分かりづらかったので、もう少し具体的にお願いします。4つの夢のあるような、産業振興のビジョンが示されましたけれども、これらの根底にはですね、原発事故被害対策総見直しなしにはできないと思うんですね。ですからそれをやるという前提でそのことをお話しされたの、観光にしてもですね、農林水産業にしてもそのことがなければ難しいと思うんです。これ井戸川さんも同じことをお話しされましたので、そのことについてどうお考えになるかというご質問です。じゃあ私の方からお願いしますが、十分に質問の趣旨を受け止めているかどうかがわからないんですが、福島県は 3.11 というのを経て原子力災害で非常に重い負荷を負っています。これは他の46都道府県とは全く異なる状態です。で、したがって今後も国、東電としっかりと対峙をしながら、福島県が本当の意味でこれから長期にわたって時間がかかる原子力災害を克服してですね、
その中で大事な基盤が産業振興ということになりますので、産業振興の施策を進めていくことが重要だと思います。しかもその際、やはり全産業をしっかり構築しなきゃいけない、そういったことを強く訴えつつ具体的な施策を展開していきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。先ほど金子さんから手が上がりましたので、金子さんどうぞ。すいません、ですね、私はやっぱり内堀さんですいませんそれでですね、やっぱりその今内堀さんがね、すごいこう夢のある産業政策を言われまして、そのロボット産業ですか、ロボット産業集積とか、その国際的な医療施設ですか、そういうようなお話があったんですが、私の感覚だとこう一県民ね、住民の立場からすると、そういうものがですね、地元の立場でね、どうなのかなって共感を呼ぶのかなと、そのなんとなくこう上からこうそういうものをこう降りてきたような感じで、こう地元の人たちのコンセンサスはどの辺なのか、やっぱ本当に町づくりっていうのはこう地元の方がね、こういう形で行こうっていうのが本来の町づくりだと思いますんで、その辺ちょっとどうかなっていうことなんですけど。はい、内堀さんお答えお願いいたします。私が先ほど申し上げたのは、今ある既存のですね、各企業のこう振興をまずする、その前提で新産業の話をしました。でまずですね、医療関連産業はすでに10年間福島県は取り組んでいます。で実は医療関連産業は非常に障壁が高くて簡単に入れない産業なんですが、県がサポートすることで地元の企業さんがめきめき実力を上げて、全国の中でも福島の医療関連産業は実績が上がる、このような形になっていますので、まさに地場の企業さんが活かせるような場になっている、これがまず分かっていただきたいことです。次にロボットの話なんですが、もちろん廃炉に使うようなロボットはなかなか一足飛びにというわけにはいきません。一方で今回郡山にサイバーダインという人をアシストするスーツ、こう私たちの活動をサポートするロボットができますが、こういったものには地元の企業が連携して進めていけると思っています。以上です。はい、ありがとうございます。その次に伊関さんから手が上がりましたので、伊関さんお願いいたします。私も内堀さんで2つなんですけれども、私も五色沼のそばでセブンイレブンやってるもので、おもてなしっていう観点で本当かどうか分かんないんですけど、県庁と例えば自治会館とか杉妻会館さんがまだ除染されてないっていうのがあって、それでそれだとすると、私なんか例えば子供ちっちゃかった頃、家庭訪問あるなんて言ったら もうものすごい掃除したりするじゃないですか。でやっぱりその象徴のとこだし、私たちの財産の県職員の人がいるところが除染されてないのは何かなっていうのと、あといくらぐらいかかるかなって聞きたいのが、ホールドカウントこうかかるのありますよね。観光地としてあれを各観光名所に置いて、世界各国の人が自分も測れるっていうのも一つの観光で面白いんじゃないかなと思って、村議会に言ったら村の人には笑われました。いくらぐらいかかるか分かりません。はい、内堀さんお答えをお願いいたします。後者のお話についてはちょっと具体的な数値がないので申し訳ありません。で前者のですね、県庁エリアの除染の話はですね、これは実は理由がありまして、これは福島市全体の除染計画に合わせてやってるんです。で福島市は非常に人口が多いですし、残念ながら今回非常にこう北西方向に風が吹いた関係があって、こうエリア的にこう汚染されたエリアがちょっと広いんですね。そうするとエリア全体を一体的にやらないとなかなかうまくいかないということがあって、県と市といろいろ相談して悩みながらだったんですが、除染計画を作りました。でその結果、今の時点でちょうど除染がスタートして、きちっとクリアリングをやっていると、このような流れになっています。以上です。はい、ありがとうございます。ご質問ある方いらっしゃいます。はい、じゃあ最後に五十嵐さんお願いいたします。私もすいません内堀さんね、ごめんなさい。結局、政治行政に対しての結局不信感がいつも人々の中にあると思うんですけども、これ内堀さんを責めるというわけじゃないんですが、
多大なる税金が投入されて、地方交付税、その国庫支出金がですね、投入されて、このもうたくさんのプロジェクトがある。で、昨日からもずっと朝の4時半まで友人たち4人とプロジェクト全部こう見てたんですけど、例えば僕も会社の一応役員経営者やってましたけど、普通会社で赤字出したら多大なる責任を取られて解雇とかなるんですけど、この税金を使って事業やった場合のその責任者の所在と、あとそのいわゆる何でしょうね、まあ評価っていうのはどういうふうになされてきたのかなっていうのを分かってる範囲で教えてもらいたいです。はい、内堀さんお願いいたします。例えば県あるいは国も実はそうなんですが、自治体とか公共団体がですね、やはり予算執行をする場合には、まず例えば県であれば知事がですね、予算を提案します。でその上でその予算を県議会で審議をして、でその場合本会議ですとか委員会でですね、議論をした上でその予算案が OK なのか、あるいは一部修正をかけるべきなのか、そういったことを議論した上で結論が出て議決される。で今度は予算案が通ってもその後執行するという責任がありますので、その執行を知事が担ってですね、執行し、それがまた決算という形で出て、また決算委員会等で結果ちゃんとやったのかということが審議される、このようなフローになっています。はい、ありがとうございました。それではお時間となりましたので、このテーマを終了いたします。皆様拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きましてテーマ別質問の2番、少子高齢化対策についてです。このテーマにつきましても先ほどと同様に進めさせていただきます。それでは、少子高齢化対策について医療や介護なども含めて、皆様のお考えをお聞かせいただきたいと思います。1人2分間でお願いいたします。これは熊坂さんからお願いいたします。この分野に関しましては私が一番得意とする分野であります。社会保障国民会議、それから少子化社会を考える懇談会、そして社会保障審議会医療部会、8月までは介護教育分科会の学習経験者の委員を務めておりました。福島県の将来ですね、非常に高齢化問題につきましては非常に深刻なデータが出ております。これを一日も早くですね、計画を立てブロックごとにやっていかないと私たちの社会は非常に難しい状況に陥るということははっきり示されております。これを解決するのはまず高齢化問題につきましては、地域包括ケアシステムという皆さん聞いたことあると思いますけど、これをいかにうまく回していくかということですね。これをしっかりやっていきたいと思います。私は保健所も12年経験いたしましたし、ケアマネの資格も取りました。また主治医研修も書いておりますので、現場に沿った形で福島県のこの高齢化の将来像を示していきたいなというふうに思っています。これが非常に私の課せられた使命ではないかなというふうに思っております。また少子化ですね、これ福島県非常に深刻な状況になってきております。全国でも人口減っていくんですけど、子どもを産み育てる環境、これをしっかり、医師不足も含めまして、県立医科大学が幸いありますので、この県立医科大学と連携を取ってですね、地域の医師不足、特に産科小児科、これもともと医者がすごく少ないので、そこをしっかり心配のないような形でですね、整備していく必要があるかなというふうに思っています。少子高齢化の問題、これがまさに原発対策と合わせてですね、やっていかなければならない非常に重要な差し迫った課題になっております。この分野につきましては宮古市は福祉先進市ということで、12年の実績をもとに新たな福島県のビジョンをですね、作っていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。金子さんお願いいたします。はい、少子高齢化、人口が減っていくということだと思うんですけど、私はこの件はですね、必ずしもね、悪いことばっかりではないと思うんですけど、そういうことはちょっと別に置いといて、福島県の場合本当に今お話ありましたように大変な問題になっておりますんで、基本的なことはね、行政の方で今まで通りきちんとやっていかなきゃいけないんですけど、私は民間的な発想でね、新たな発想で取り組んでいきたいなというふうに思います。それで、やっぱり福島県ですね、今一番苦労しているのが
子供を持ったお母さん方、お父さん方、親の皆さんではないかなというふうに思います。それで若い人がですね、本当に給料がね安くて、まあ仕事もしながらって形になるんですけど、仕事をすると子供をなかなか面倒見てもらえないと、おばあちゃんおじいちゃんも一日はちょっと面倒を見てもらえないんで、託児所ですか、そういうのもあればいいんですけど、なかなか保育士とか看護師さんがなかなかいなくてできないというような問題もあったりして、本当にそういうことも含めてね、お子さんを持ってるお父さんお母さんにはですね、減税とかですねしっかり検討して、例えば企業なんかもですね、家族手当みたいのが最近ちょっとあまり各企業もなくなってるみたいなんですが、子ども手当ですね、うちの会社も復活させていただきましたけど、そういうことをですね導入するような政策をしたらよろしいんではないかなというふうに思います。それから高齢者1人亡くなると1つの図書館がなくなるというようなお話ありますけど、高齢者の方にですね、もっとですね、まだまだ頑張って社会活動をしていただいて、できれば子どもと、ね、高齢者の方が交流できるような社会を作ればいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは内堀さんお願いいたします。私は3つお話をさせていただきます。1つ目が子どもです。子どもは福島の宝です。子ども政策は我々の一丁目一番地政策だと思っています。でまず子どもの教育を充実するということが大事な環境になります。でそのために文化スポーツなどにおいて子どもたちに本物を見てもらい、そして理数教育も含めて学力向上を図る、こういったことを考えています。またやはり健康面非常に重要です。18歳以下医療費無料化を継続をして、その上で子どもたちの健康心のケアをサポートをする、こういった面を進めていきたいと思います。また育児中の女性のキャリアアップというものを進めて、できるだけ働きながら子どもを育てる、そういったことがしやすい環境づくりを進めたいと思います。次2点目は高齢者対策です。福島県やはり高齢化率上がっておりますので、高齢者施設あるいは介護施設を増やしていく、この非常にニーズが高いです。もう待機しておられる方が大勢おられますんで、市町村と連携してこういった施設の充実を進めていきたいと思います。そして3つ目が医療人材の確保です。福島県内は医師不足であり看護師不足であり医療人材不足しています。で県立医大も必死でやってるんですが、正直限界がございます。したがって全国の支援も得ながら、なんとか福島県内の医師不足医療人材不足を解消して、安心して医療を受けられる体制を整えていく必要があると考えます。以上です。はい、ありがとうございます。それでは五十嵐さんお願いいたします。津波被災地の復興をちょっと見ていて思ったんですけれども、結局その少子高齢化の理由で一番働く世代子育て世代の仕事がそこにないということですけれども、一つはそのためにまあ、放射線がたくさん浴びてしまったある村の状況を聞いたときにですね、もうこの村はやがて3分の1の人口になってもう高齢者だけになるだろう、そこの中でもうそういった自治体に関してはですね、このレジュメの中にも書いてますけれども、まだまだ働ける方たちのやっぱ雇用環境を作っていくと、そして子どもたちとそのご年配の方たちをですね組み合わせたような、そしてコミュニティ作り、幼稚園とか保育園と、いわゆる介護施設が、一緒になっているような場所がもっともっとあってもいいのかなと思っています。で特にですね、私自身が特にこの少子高齢化を防ぐために思うのは、やっぱ家族を支えるということだと思います。一番その子育てしている人たち、その、子育て支援のためにですね、新婚家庭大阪にもあります、6年間家賃が、補填されサポートされるとかですね、夫婦が本当にこうちゃんと時間を楽しめるようなサポート、またそのそういった労働環境整備、それは企業と組んでですね、とにかくその行政、こここそ行政政治がその子育て世代を本当に支援して、
離れていかざるを得ないそのような人たちに対して歯止めをかける、そのようなサポートが本当に必要だと思っています。この福島もですね、本当に自治体ごとに課題が違いますので、しっかりそこを県は耳を傾けながら具体的にやるべきだと思っています。はい、ありがとうございます。それでは井戸川さん、お願いいたします。はい、ですね、私が書いた文章の中にですね、地方分権のさらなる推進という原稿に書き込まれてたもんだから、そのまま素直に書きましたけど、これちょっと外します。ちょっと違うテーマですので、まず私はですね、福島県の子どもを虐待させないということです。今県外に避難している子どもを守るために避難しているお母さんたちがどんな思いで生活しているでしょうか。なぜ福島県内で住まなければならないというルールを作ったんでしょうか。このルールは破るべきであって、県民に沿ったことをやることによって子どもたちは安全で安心に、そしてストレスのない環境で育つはずです。これはまず即刻やめるべきですね。これは人権無視も甚だしい。ここに児童憲章というのがあります。児童は人として尊ばれる、児童は社会の一員として重んぜられる、児童は良い環境の中で育てられるということがあります。したがって少子高齢化、高齢者も含めてやはり環境、良い環境で住んでもらうことが非常に大事であります。県外避難者はこれ以上いじめないように私はしたいと思っています。それともう一つ、少子高齢化で一番大切なのは、可処分所得が若い人にありませんね。非正規型雇用になってますから、これもやめないといけません。一番大切な国を支えるためにある若い人を虐待していて、国に何が未来があるでしょうか。やっぱり正規雇用を進めるべきであって、そこに多くの税金を使うべきであります。公共事業も必要ですけども、人材にどんどんと私はお金を使いたいというふうに考えております。育児にも公費を入れます。若者が全て生活できるような環境、これは若者と県が対話をして決めると、県が勝手に決めるんじゃなくて若者の意見を聞いて方向をするということです。はい、ありがとうございました。それでは伊関さん、お願いいたします。じゃあ私はこれ県国全体もなんですけど、こんなちっちゃな島国なので、少子高齢化は全然心配してません。でそれは根本的なところで、いろんな災害もありますし、これからいろんな移民の方もいらっしゃるかもしれないし、医療の関係で他国の方も受け入れるし、都市伝説的にはスパイがいっぱいいてっていうお話もあるし、やっぱりそういう国民のナンバーちゃんとつけた上で、それでなんていうかな、少ない人数でたくさん支えるって考えるから、なんか少子高齢化のことを問題にしてる気がして、その昔のその前に戻って、別に今年生まれた人が自分でちゃんと積んでいって、自分たちの年代は自分たちでやるってやれば、こんなふうに変な形で少子高齢化が取り上げられないと私は思います。で住み方も自分もこうやって年取ってくると分かるんですけれども、なんか暑い時には裏磐梯の涼しいところにちょっといたいなと。だけどちょっとうちの旦那はぎっくり腰持ちなんですけど、もうちょっと高齢になったらやっぱ医療が近いところに住みたいなと。そういうふうに多分みんな同じような感じだと思うんです。だからなんていうのかな、そういうことはあんまり気にしないでいいと思っております。ただ一つだけ思うことが、高齢化の方のそういうなんか具体的なことではなく心の問題なんですが、私もこの6年で4人の親を見送らせてもらいました。本当にすごい素敵な亡くなり方だったんですけど、せっかく戦後ここまでにしてくださった高齢者の方に安心して福島だって思ってもらえるようなふうになったらいいなと思います。はい、ありがとうございました。これより、少子高齢化対策に関する自由討論の時間といたします。先ほど同様挙手の上、指名されましたら質問したい相手のお名前と、ご質問ご意見を1分以内で
簡単にお願いいたします。またご指名を受けた方も反論や意見を1分以内で簡単にお願いしたいと思います。先ほどは内堀さんにすべて集中してしまいましたので、ぜひ皆さんたくさんの意見を聞きたいと思いますので、他の方もぜひご指名しながらお話しいただければなというふうに思います。それでは、挙手で始めさせていただきます。それではどうぞ。はい、井戸川さん。せっかくご司会の方から言われましたけど、やはり内堀さんに聞きたいですね。先ほど子どもの、いわゆる子どもは宝だと言いました。文化スポーツを進めるということを言われましたけど、私の町長就任中に町民から、福島に住んでいる町民から高校生です、部活動をやめると、そういう話を相談されました。なんだって聞いたら、疲れてついていけないということですね。だからこのスポーツやるにしても何やるにしても、今一番福島県で大事なことは放射能とどういうふうに向き合うかということを整理しないまま、スポーツを進めることは非常に私は反対です。そして震災当日駅伝をやってしまったと、あれも非常に私は危機を感じておりました。だからその件について内堀さんにお尋ねいたします。はい、それでは内堀さんお願いいたします。確かにですね、本当震災が起きた平成23年厳しい状況でした。子どもたちがここ福島市でも校庭でクラブ活動、体育ができない、プールが使えない、そういう厳しい状況が23年24年ぐらいまで続きました。その後必死の取り組みで、例えばグラウンドが安心して使えるようになり、プールも使えるようになり、今運動会も各地で行われています。やはり子どもたちが健康に暮らして安心してそうやって学んだり遊んだりできる環境を作るのが我々の責務だと思いますので、子どもたちの安心できる環境作りを必死にやっていくべきだと私は思います。はい、ありがとうございました。次、すいません、一人お答えを、すいません、発言はちょっと お控えいただきたいなと思いますが、お答えに ならなくてもですね、一応ちょっと回答がずれたということでご了承いただきまして、続けさせていただきたいと思います。はい、それではさっき上がったのは熊坂さんでしたかね。熊坂さんから、はい、お願いいたします。子どもの健康問題、これは少子化対策にも非常に重要だと思うんですけども、子ども被災者支援法ですね、これは放射線を避けて暮らす権利というのを認めております。でこのことにつきまして、3年半にわたって、原発以後、県政を舵取りしてこられた内堀さんに質問をしたいと思うんですけど、この子ども被災者支援法につきましてはどのようにお考えでしょうか。はい、内堀さんお願いいたします。子ども被災者支援法は議員立法でできた法律です。で超党派で作られた法律で、福島の子どもたちのことを真剣に思っていただいた大事な法案だと思います。一方でご承知の通り、内容が法律上は骨格があまり明らかではありません。そしてこの具体的な施策ですとか財源措置が明確ではありませんので、こういった点をですね、今後も国会議員の皆さんとしっかり議論しながら、本当の意味で子どもたちの役に立つ支援法になっていただくよう、県としては努力をしていくべきだと考えています。はい、ありがとうございます。続きましてです、伊関さんから上がってましたので、伊関さんどうぞ。ちょうど子どもって本当にあっという間に大きくなっちゃうんですね。で、あと自分もちょっと年齢来てみたら、いやー時間の経つの早いっていうか、だから多分質問は内堀さんなんですけど、ごめんなさい。一緒に県民として住んでるんだけど、心の中の時間とかってみんな違うっていうか、で特に子どもと、あと本当にご高齢の方って過ぎてる時間がすごく早いと思うんです。でそれに対してすごく優等生のお答えなんで、なんでこんなさっきから子どもの出てますけど、私はもう基本的人権が守られてないと思っているので、なんでこんな大変なのに、なんでその全部こう普通にのっとってやってるのっていうのがすごく素直な疑問。福島からおかしい、もっと早くって言えるのが唯一福島なんじゃないかなって思うんですけど。
はい、それでは内堀さんお答えをお願いいたします。今日はこういった公開討論の場なので、実はなるべく冷静に喋ってます。で、私自身はすごく感情の起伏がある人間です。で、実はですね、雄平知事自身も例えば震災直後、国とものすごいやり合ってました。あと私自身もですね、こういった場ではなくて実際の国や東京電力との対峙の場では激烈にやってます。で、それはカウンターパートである彼らが一番よく分かってます。で、私がいつも言われるのは、あなたは非常にハードネゴシエーターだ、タフだ、徹底的に一つ一つの案件やります。例えば原発事故の収束っていう言葉がありましたよね、3年前に。あの時当時の大臣と電話で大喧嘩しました。あるいは森林除染をやらないと決めた話、その時も喧嘩しました。そういった形で陰ではしっかりやっております。はい、ありがとうございます。金子さんお願いいたします。はい、すいません、ですね、本当にいろいろお話聞いていて、ちょっとこれからね、3年半経ちまして、この新たなね4年を作っていくという中で、なかなかこう、なんていうんですかね、こう今までよりのね、こう厳しい状況の中でのお話がありますんで、ちょっとね明るい方向にお話、自分としてはね持っていきたいなってところがありまして、せっかく今日ねこう一点で伊関さん来てますんで伊関さんにお聞きしたいんですけど、まず少子高齢化ね、子供を産む前に結婚しなきゃダメなんですよね。だから昔はね、そのおせっかいのおばさん、おじさんとかいてね、それで、あ、おじさんいないか、結構おばさんとかが多くてね、それで一緒にこう誰々さんにはこの人がいいよみたいな感じでね、こう合わせて、そういう人がもういなくなりましたよね、今ネットとかあって。だからそういう結婚成立と、それから出産のね環境づくりあまり良くないと思うんですけど、その辺どう思われますか。はい、伊関さんお願いいたします。私出身は東京なんですけれども、世界一幸せにするから僕のそばにいるだけでいいって朴訥に言われて来ちゃいました。で、やっぱりこれはおせっかいおばさんというよりかも、特に北小原村の方は自分で例えば東京とか出た時に自分でしっかり獲得してこないとお嫁さんはいません。で、それは若者には頑張ってもらいたい。逆に県外から連れてくれば人は増えますっていうことで、おせっかいおばさんもいいんですけれども、ただじゃあ今自分が友達とか例えば孫にあたる人とかね、友達とかに、いや福島いいからおいでってやっぱ今言えない、言えない、人として言えない、うん、で、それはどうしようもない事実です。あ、出産は33と36でしました。結構産めます。はい、はい、ありがとうございます。ご質問ある方に挙手をお願いしたいと思います。はい、五十嵐さんお願いします。内堀さん攻めばっかになるんですけど、井戸川さんにあちこち回っていてですね、こう国と自治体が直接やることが多くて、なかなか県のこう県が間に入ってくださってる感覚がこう薄いような印象を自治体回って感じたんですけども、この少子高齢化ということで双葉町の町長さんとして県はどれぐらいこう貢献してくれたか、その実感とかそういった感想ありますでしょうか。はい、井戸川さんお願いします。はい、よくぞ聞いていただきました。待ってました。ですね、バラバラです。私たちは町長時代によく国に行きました。これ原子力行政は国が所管してるんですね。だから国に行きました。しかしそのサポートはやっぱり県にやっていただきたかったんですけど、残念ながらそれは薄かったですね。これ皆さんに見ていただきたいんですけども、これは原発事故が起きた時の体制表です。こういう形でやるんじゃなくて、これは悪しき体制表です。本来であれば町が入っている、この協議の場に町が入っている体制が正常ですけど、今回の事故以来双葉町はこの物事を決めるところに一切参加させられない中で決められていました。これはやはり
県の指導があってほしかったなと非常に残念に思っています。県は残念、まあ、この中でも県はこの会議の中に参加してました。そういうことです、はい、すみません、ありがとうございます。それでは時間となりましたので、この討論を終了させていただきます。皆様拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは最後のテーマでございますが、最後は主張発表ということになります。各立候補予定者の皆様がこれまでの丸々問題テーマ別質問、伝えきれなかったこと、この討論会以外で、県民に伝えたいことなど思いがあればそれぞれお話しいただきたいと思います。このテーマは、持ち時間2分間で、お願いいたします。最後ですのでぜひお立ちになって、ご発言をお願いいたします。これは、金子さんからになります。はい、金子さんからになりますので、お願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ですね、私がちょっと話が噛み合わない感じもするんですけど、まあ、今の社会ですね、本当に政党もね、あんな感じでね、自分たち の定数削減決めたのに全然先送り、まあ、ある意味こう政党もね、その意味がないっていうか、政党の時代は終わったのかなって感じもしますし、それから行政にしろ大企業のサラリーマン社長にしろ何があっても誰も責任を取らない、そう無責任社会じゃないかと思うんですよね。まあ、そういう中で我々中小企業 のオーナーでございますけど、本当に銀行のね連帯保証を取って本当に責任を持って社員の生活とそれから会社を守っております。本当に今の世の中ですね、責任を持ってやってるのは中小企業の、社長さんぐらいかなというふうに思ってまして、まあ、そういう中で今後のですね、福島県、まあ、3年間半経ちまして本当に脱原発除染とかそのマイナスのニュースばっかりなんですけど、それプラスね明るいニュースも伝えていかなければいけないということで、後ほど私のホームページも設定されますんでそちら見てもらえばいいんですけど、将来の、ね、子どもたちのことを考えればやっぱり県庁所在地の見直し、まあ、当面はですね、今浜通りの北の方に重心が行ってますんで今のままでいいと思うんですけど、やっぱ将来先を考えてそのようなことも考えていかなきゃいけないと思いますし、それから首都機能移転推進の復活ということで、今福島県だからねこれ難しいって話してるんですけど、福島県だからできる可能性なんですよ。だからそういうことをやっていけば本当に福島県がですね、もうマイナスのイメージからプラスの福島県、素晴らしいイメージになるのではないかなというふうに思います。皆さん一緒に福島県、子どもたちに素晴らしい福島県届けられるように頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。内堀さん、お願いいたします。私は3つ申し上げたいと思います。まず1つ目は国、そして東京電力との対峙です。今回私は政党からの推薦や支持を受けません。それはなぜか、先ほど私はこれまで陰ではやってきたと言いました。それはなぜかというと副知事だからです。仮に自分が知事になれたらこれからオープンの場できちっと言うべきことを言い、ダメなものはダメだ、あいつの言葉で言えばならぬものはならぬということをきちっと申し上げます。で、2つ目は現場主義です。トップが県庁にただずっといるだけでは本当の県民の思い分かりません。実は副知事を辞めて20日間全県をずっと回っています。改めて各エリアでどんな方がどんな思いで暮らしているのか改めて実感しています。私自身今後しっかりと現場地域に出ていろんな思いを伺いながら県政に反映させていく必要があると考えています。3つ目は新種果敢チャレンジという意味です。今の福島の置かれている状態は世界の歴史あるいは日本の歴史にある状態ではありません。去年と同じ仕事を今年やっていては福島の復興はできません。今年と同じ仕事を来年していたら福島の復興は前に進みません。何としても新しいことにチャレンジをして、そして道なき道を切り開いていく、そしてさまざまな問題をしっかりと解決をして、将来子どもたちが当時の現役の先輩頑張ったんだな、こう言ってもらえるような福島をしっかり
作っていくことが重要だと私は思います。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして五十嵐さんお願いいたします。今回の、選挙はですね、日本の未来を変える選挙になると信じています。それはこの原発っていうのは今までの政治行政の象徴的な産業でした。それを僕は本当に井戸川先輩を前に所詮皆さんにもお願いしたいんですけれども、どうか未来づくり、まちづくりをその次の世代に任せていただきたい。子育て世代、これからどうするか考えている世代にそれをバトンを渡していただきたいと、そう願っています。そしてもう一つは、昔の鹿児島のように日本政府が世界とやり取りできない、その中で鹿児島がイギリスと向き合いました。世界のトップと向き合いました。で、今福島、世界の福島になりました。私は震災後世界中回っています。で、福島の復興支援を世界中に呼びかけ、私の著書はポルトガル語、英語、そして韓国語に訳され、これから中国語にも訳します。この痛みを日本を変えるための原動力しなければなりません。子どもたちに何を、財産を残すのか、今本当にその国が大きなお金を、予算を福島に投げることによって黙らされてしまう、そのような政治ではなくて、沖縄もそうですけれども、私たちがしっかりとこの原発を受け入れたときに民主自主公開という原則でやったんですから、国が一方的に決めるのではなくて、私たちもう一度政治行政の原点に帰って、私たちが主体になる、県民が国民が主体になる政治のモデルを、そして原発に依存しなくても私たちが生きていける電力の確保や、またこれから日本に大きな災害が来るかもしれません。御嶽山もそうです、広島もそうです、私たちもそうです。いつ来るかもわからない未来に対して、私たち大人が子どもたちのために今犠牲を払って未来づくりをしていく、その時だと思っています。はい、ありがとうございました。それでは井戸川さんお願いいたします。はい、もうひどい思いをして倒産しそうな双葉町をなんとか防ぎました。あの思いで県民の皆さんが受けている今の現状、これを全力で解消していきたい。まずは復興の前に救済がされてません。いきなり復興に入ってしまったこの事故処理については大変間違ってますので、県民の皆さんの救済をまず県民の皆さんとよく話し合いをして、そして県民が決めればいいんです。国に決めてもらう必要は何にもないんです。放射能の基準だって外国の基準、外国で言うことを決めてもらう必要はないんです。皆さんで決めて、皆さんがそれを納得してもらう、そこまでとことん話し合って県政をやっていかなければなりません。今どうしても行政が物を言い、そして多いかぶさるような、そしてベールをかけるような形が往々にして見えてきました。私はずっとずっと、まあ最後ですからお話ししますけども、佐藤雄平知事には質問書をずっと出し続けてきました。しかしその回答たるや非常にひどいものです。人のことを書いているものは一つもありません。人です。福島県民は皆さんは人なんですから、動物や物ではありませんから、最大限に人を大切にする、よく話し合う、そういう県政を目指したいと思っております。はい、ありがとうございました。伊関さんお願いいたします。立ってもちっちゃいんですけど、私の中の本当原点のご婦人がいるんですけど、震災のあと、原発のあと1週間後だったんですけど、浪江の方が避難されてきたんですね。でその時こう物があるって言っていろいろ買ってくださって、それで私の手を握りながらすごくこう淡々と あのねって言って、私の主人と舅が目の前で津波で流されたんだけど、原発で探しに行けないのって言ったんですよ。でその時私手を強く握り返すことしか人としてできなくて、で今この3年半経ってもすいません、まだそこが解決されてないと思います。それで
今一番心痛めているのが、ちょっとこれはまた後でマスコミの方必要だったらお渡ししますが、よく4年経ってから発症するから甲状腺がんだから今100何人出てる子たち、あなたのお子さんは今回の原発関係ありませんよっぽい報道とかされてるって私は受け止めてしまってるんですね。でもこれ見てもらうと分かるんですけど、エコーの機械がそういうこうチェルノブイリとか、あとこう郡山とかその辺と似てるベラルーシとかそういうところに入ったのって4年後なんですよ。そこから数字が出てるっていうことを、例えば県立医大の先生とか心配ないよって言ってるお医者さんたちが分かって言ってるとしたら、でそれを言わせてる、もし国政があるとしたらちょっと日本変になってます。なのでちょっとさっきみんなで脱原発でなんかこうみんな引き連れてみんなで福島変えたいねって言ったんですけど、ともかく組織関係なく一人の人として選んでみてください。はい、ありがとうございました。最後に熊坂さんお願いいたします。トリを務めることになり光栄です。今回の福島県知事選は福島 の, この今後4年間の運命を決める選挙だと思います。世界も注目しております。争点は私は2つだと思います。今までのこの復興の在り方が本当に良かったのか、あるいはこの在り方でスピードどうだったのか、やり方どうだったのか、それに対する審判、そしてもう一つは原発に対して県外の再稼働も許すかどうか、先ほど言ったように他県、福島県の隣県にも原発があります。このことに対してどういう審判が下されるのかということだと思います。ですから私は福島県内をくまなく回っていろいろな方のお話を聞いてまいりました。そして一人一人の心もよく分かっているつもりであります。福島県の今の在り方ではみんな納得しないということを感じております。じゃあどう変えていくかということになりますけれども、今日の討論会も含めまして議論が煮詰まったと思いますけれども、私は、医師でありますので命という観点から県民のさまざまな施策にこの健康という観点を入れながら、だから、無理に帰還を促すようなことは私はしてはいけないというふうに思っております。そこを考えながらこれから復興していきたいと思います。そして何よりも福島県の子どものため、そして福島県の誇りを取り戻すため、そしてみんな一丸となって福島県の復興、私たち福島県の誇りに向かって進んでいくべきだというふうに思っております。はい、ありがとうございました。以上でこのテーマを終了させていただきます。皆様拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。以上をもちましてすべての質問を終了とさせていただきます。ご来場の皆様、本日はお忙しい中福島県知事選挙公開討論会に、お越しいただきまして誠にありがとうございました。限られた時間の中でしたので、立候補予定者の思いや主張が十分に伝わらなかったと思いますし、もっと聞きたいことがあったとも思いますが、この点において今回はご容赦いただきたいと思います。そして本討論会の内容を合わせ、いろいろな機会に接していただいて、より良い福島へつなげていただきたいというふうに思います。そして立候補予定者の皆様には公私ともにお忙しい中、貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。ご来場の皆様、そして視聴者の皆様にこれからの福島への思い、主張、政策が伝わったかと思います。今後ますますお忙しい日々が続くかと思いますが、ご自身のご健康には、十分に留意されこれからの活動に励んでいただきたいと思います。ありがとうございました。今の福島は、復興に向け道半ばにあります。県内各地でいろいろな団体や個人の方々が地域再生、活性化に向けていろんな取り組みを行っていると思いますが、大元の県政が進まなければ、これらの取り組みは、効果も上がらないし、復興も進みません。県政を進めるには県民一人一人がもっともっと県政に関心を持って、取り組んでいくことが大切かと思います。我々が育ってきたこの美しい福島を
我々の子どもたちに、そしてその子どもたちに安心して暮らせる福島を代々受け継いでいくには、今回の県知事選挙というのは大きな転換期を迎えていると思います。その今考えなければならないことではないかと思います。県政は我々県民のものであり、福島の復興は我々県民にかかっていると思います。県民の意識を超える県は誰がどうやってもできないと僕は思います。その県政に参画する第一歩が選挙、投票という行為であります。今回の知事選挙においては政策本位の政治選択をしていただき、これからの福島の発展に向けた一票を投じていただきたいと思います。そしてこの討論会の内容はいいみらせんというウェブサイトに動画で配信される予定ですので、本日来られなかった知人友人の方にもぜひご覧いただけるようお伝えいただき、投票所に足を運んでいただけるようお願いしたいと思います。伝えることも一つの歩みだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。これでコーディネーターの席を降りさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。立候補予定者の皆様、コーディネーターの石井君、ありがとうございました。立候補予定者の皆様、並びにコーディネーターがご退場されます。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。これをもちまして、福島県知事選挙公開討論会を閉会いたします。お帰りの際にアンケートとペンシルは座席に置いたままお帰りください。ご清聴誠にありがとうございました。